どうも、つぶつぶです。今回は水やり動画、梅雨や夏の水やり、ちょっと頭を悩ませるところではありますが、コツさえつかむと意外と楽しい水やりでもありますので、そのあたりをお伝えできればなと思います。そして今回はなんとちょっとした実験的な動画となります。実験と聞くと少し難しいイメージがありますが、ズバリ除老やシャワー、腰水の違いを数字的に見ていきましょう。なるべく分かりやすくお伝えしていけるよう頑張ります。それでは早速水やりチェックをしていきたいと思います。まずシャワー、こんな感じで優しいシャワーでお水をあげてらっしゃる方も多いんではないでしょうか。それと除老100均、このようにとろーっとなったお水でお水をあげている方も多いんではないでしょうか。そして最後は腰水、土をしっかりお水につけてあげてらっしゃる方も多いんではないでしょうか。それではチェックしていきたいと思います。今回用意したのはこちら、葉差しで増えた多肉たち。まずは重さを測って63g、 こちらにシャワーでささっとお水をあげてみたいと思います。今真ん中にいるのですが、このように他の多肉たちと一緒にお水をあげること多いと思います。そしてシャワーでお水をあげる場合は結構お水との距離も離れているので、こんな感じ。はい、割とあげました。測ってみましょう。いきます。どうでしょう、 69g。 お水を 3,4 秒あげたにもかかわらず、こんなにお水少ないです。実はお水をあげているように見えて、いきます、オープンします。こんな感じ、ほぼほぼ湿っていません。なので今ぐらいのお水やり、離れた場所からシャワーであげた場合、毎日あげても大丈夫な場合もとても多いです。実際多肉たちが冷える程度で、水やりというよりは水浴び、そんな感じでしょうか。シャワーでお水をあげる方は葉がシュワッとなっていたら、もうちょっとだけお水あげてもいいかもしれません。逆に多肉たちを冷やしてあげる夕方以降の水浴びは大歓迎だと思います。それでは続いて除老での水やり、シャワーと除老どう違うのかと言いますと、お水の出方が違います。シャワーはふわっと拡散されているのでお水の量は少しですが、浄炉はとろっとしたお水がたっぷりとっぽんとかかります。ちょろっとでも結構な量になるのでご注意を。それではまずは初めの重さが 57g、 いきます。はい、ちょろっと、こんな感じ。ここも重さを測ってみると75g。 先ほどのシャワーの水やりはほんの数グラムしかお水が届いていなかったので、夜のうち、もしくは翌朝には乾くこと間違いなし。こちらの水やりだと 75g、 先ほどのシャワーよりはお水が届いたので、根までゆっくりしっかり届いて乾きも早いと思います。シワッとなったらお水をちょろっとあげるのを、ちょろっとはだいたいこれぐらい。最後に腰水も見てみましょう。 63g、 こちらを腰水するとこんな感じ。動画を撮影する前に同じ重さのポットを用意して腰水しておきました。いきます、測ってみるとなんと 100g、 かなりお水を含むことができています。ですが気温が高すぎるとき、このぐらいお水を含んでしまうとちょっと危険な場合もあります。なので腰水の場合は長い時間あげずにほんの数秒で大丈夫。実際にやってみましょう。はい、腰水1、2、3。はい、それでは測ってみます。はい、74g まで増えました。腰水ほんの3秒から5秒で結構お水を吸ってくれます。ですがこちらも
ポットや土によってかなり左右されるので、ご自宅の干し水ちょっと手で持ってみて重さを確認してみましょう。違いはズバリ、ほっ、穴の数と穴の付近まで土がしっかり来ている場合はぐんぐん吸ってくれます。ですが穴からすぐに土がなく、このようにちょっとくぼみがある場合はなかなかお水を吸いません。なのでご自宅の多肉たちのポットや器がどれぐらい腰水でお水を吸ってくれるのか再度チェックをして、ご自身で秒数を決めていくといいと思います。ということで今回は実際お水をあげてみて、お水の量をどれぐらいお届けしました。いやシャワーで遠くからお水をあげた場合は結構な時間をあげないとそれは水浴び、そしてその水浴び多肉たちにとってとても心地がいいです。対して上路の場合はとろっとしたお水が優しく、ですが大量にしっかりと出るので、ほんの数秒でも結構重くなるのでご注意を。そして干し水の場合、以前の動画で3秒から5秒とお伝えしましたが、ポットや鉢の裏面、そして土が鉢底にどのぐらい届いているかで吸い上げる量がとてもとても大きく変わります。なので一回測ってみてもいいかもしれません。測らなくても大体の手の重さでも大丈夫です。要するにお水をあげた後にいち早く乾く環境を整えてあげれば多肉たち元気に育ちます。詳しくは以前お届けした梅雨の水やり動画をご覧ください。夏は夏で再度動画にしていきたいと思います。それでは雨が降ったり晴れたりといろんな天気を楽しめる季節ですが、なんといってもお体ご自愛しながら多肉ごと楽しみましょう。